んは。なんかすごいいつもと星が違う。なんていうんですか、なんかお花、お花みたいなのが来てる。星は星になりました。星が新しくなったんですね。いつもの星はもうなくなってしまったよ。悲しい。キラキラ星、もう変わったんですね。このこのキラキラの星もあれなんですか、有料無料みたいな。今日もミッション達成すると書いてある。もらえるやつ。あ、このキラキラ星はあの仕様が変わっても無料なんですね。今日もあの髪の毛は前のショールームと一緒の感じになってます。今日もなんかくるくる。 M ハルさん、虹色の星ありがとうございます。ヤマトさん、かわいい、ありがとうございます。ビビビビさん、虹色の星ありがとうございます。ミミンさん、虹色の星ありがとうございます。ケンゴさん、似合う、ありがとうございます。ツルさん、かわいい、ありがとうございます。今日はソララとかアイちゃんとかにもあったんですけど、タカギーさん、キノコありがとうございます。そこで気づいたことがあって、なんと私とアイちゃんと佐藤愛理ちゃんと山崎そらちゃんって全員 B 型なんですよ。ちょっと前まで知ってたけど、前も知ってたけど、でもなんか急に気づきました。同じく B 型。おお、でもなんかめっちゃ B 型っぽくないですよね。愛ちゃんとか B っぽくない。あとソララとかもびっくりした。私は B 型です。そう、3人ともね B 型なんですよ。エリちゃん C 型っぽい。私はよくT 型って言われます。 A か O だと思ってた。私ですか。 B 型の方と相性がいいヤマトです。あ、 O ですか。それね、この前ホテちゃんも言ってて、ホテちゃん O 型じゃないですか。で、私がB 型だから、ホテちゃん O 型って言ってて、でエリコ B 型って言ったら、ホテちゃんがあ、だから B 型って O 型とめっちゃ一番相性いいんだよって言ってました。ビビビビさん、虹色の星ありがとうございます。で、それでホテちゃんが、最近って MBTI 診断っていうのが流行ってるじゃないですか。で、それで、ホテちゃん INFP なんですね。で、私も INFP なんですよ。で、なんか性格診断みたいな、なんか友達コレクションみたいな感じで、それでなんか、あ、いいじゃない、愛だ、 INFP ね。ホテちゃんも INFP で、だからINFP ってすごい INFP 同士と仲いいらしいんですね。で、だから INFP で、しかも O 型 B 型ってもう運命だねってホテちゃんと言ってました。まゆちゃんもね B 型なんです。そう、17期研究生は B 型が4人いる。で、ココちゃんが多分不明
なんですよ血液型が。でも私的に多分ココちゃん AB 型だと思ってて、で平手ゆきちゃんが AB 型で、ホテちゃんが O 型で、それ以外は全員 A かな多分予想。トシちゃんクマありがとうございます。そうなんですよ、なんとあの何だったっけ、星空橋っていうんですけど、なんかソララとアイちゃんと3人でいる時全員 B 型でした。めっちゃ意外ですよね。ヤマトさん虹色の星ありがとうございます。オノピーさん虹色の星ありがとうございます。じゃあ17期研究生で B 型は私とアイちゃんとソララとマユちゃんだけど、その4人の中で誰が一番 B っぽいですか？ B 型っぽいと思いますか？マサちゃん、エリちゃん、エリちゃんめっちゃ、嘘、エリちゃん、私めっちゃ O っぽいとか A っぽいとか言われます。ソララ、エリちゃん、ん？マサちゃん、エリコ、マサちゃん、マサちゃん、あ、マサちゃんも多い。確かにマサちゃん何型って言われたら確かに絶対 B しかない気がする。 B っぽそう、マサちゃん。で、アイちゃんは A 型にも見えたりする。ソララは、あーでもソララをなんかさ、あのなんていうんだろう、性格とかで何型っぽいとかじゃなくて、なんかあの顔で何型っぽいとかなりませんか？わかる？なんかお顔で何型っぽいみたいな。 B 型の特徴は何ですか？なんだろう、なんだろう、明るいとかポジティブとか。エリちゃんは A 型の顔してる。本当？嘘。ちょっとでも今日なんかちょっとライトつかなくて、今日あのここコンセントまで届かなくて今日顔が暗いんですよね。B 型は面倒なんじゃ、ん？B 型は面倒なんじゃ、はあ、そんな何があったんですか一体。えいちゃん最初は A だと思ってた。本当、M ハルさんかわいい、ありがとうございます。えいちゃん八丁面な感じ。八丁面って例えばどんな感じですか？そう、ライトつくと B 型っぽくなるかも、もしかしたら。今ライトつかなくて顔がほらちょっと暗いんですよね。A ちゃん B にしか見えない。几帳面か。嘘、八丁面ってあるよね。でもなんかめっちゃ八丁面って読みそうな感じだった。間違えた。あ、本当だ、ま、ちょっと待って、ケンゴさん虹色の星ありがとうございます。だってほら8に見えた今、あの間違えた、八丁面違う。なんか普通にあの見てて、あのちょっと私目が悪くて、このなんだろう、ボンっぽい感じがあの8に見えたんです。8に見えて、あの間違えた、あの8に見えたんですよ。普通にちゃんと見たらちゃんと読めてた。几帳面、几帳面？確かに、だからさっきからずっとあの八丁面八丁面って来て、八丁面って何だったっけ意味と思って、
やっぱ几帳面か。え、几帳面に見えますか。嬉しい。それは嬉しい。なるほどね。見た目だけは。そう、間違えた。最近は、じゃあ皆さん逆に何型なんですか。ちょっと気になる。りーちゃん真面目そう。あ、それね、あの丸々 AKB ってあるじゃないですか。集まれ丸々 AKB の収録の時にズッキーさんにも、あのエリちゃんすごい真面目でなんかすごい頭良さそうって言われました。やった。 A 型 B です。 AB B。 え、O 型全然いない。でもやっぱりあの B、 あ、違う、 A 型が日本で一番多いって言いますもんね。家族全員 O。 O だけに。このルーム AB 率、え、あ、そっか。じゃあちょっと私のファンの方で皆さん、私のファンの方は何型が多いんですかね。握手会で顔見て何型っぽいか出てほしい。あ、え、私多分めっちゃ上手だと思います。めっちゃ当たると思います。多分そういうの当てれることすごいできると思う。じゃ、伊達めぐみさん、虹色の星ありがとうございます。じゃ、今聞いたの全部頭から抜くので、あのぜひお話し会で私何型だと思いますって聞いてきてください。ん見なかったことにしましょう。大型は蚊に刺されやすい。そうなんだ。でも4分の1ですからね、血液型っていうのは。えとは当てれなさそう。アマケンさん、虹色の星ありがとうございます。星座一番当てれなさそう。伊達めぐみさん、キノコありがとうございます。えいちゃん冬生まれっぽい。ゆりちゃんは春でした。でもあのあれは当てれそう。なんか、あ、何月生まれとかは当てれそう。なんかそれも顔に出てますよね。なんか何月っぽいみたいな。でもホテちゃんだけ顔に出てなくて、ホテちゃんずっと5月だと思ってたんですよ。なんか顔が5月っぽいから。でもなんか12月でした。ホテちゃん12月っぽくないですよね。ホテちゃんなんか冬って感じしない。そう、エリちゃんは春生まれです。私4月です。で、愛ちゃんは8月っぽいな。
でも6月だよね。ソララも8月っぽい。あとはと誰だろう、ゆきちゃん、平手ゆきちゃんはあれはね絶対 1,2,3 月だよ。あれでも最近生誕祭したから、生誕祭したから違うか、違うかった。ね、ゆきたん、あーゆきたん冬っぽい。確かゆきたん3月っぽい。ゆきたんは3月ですね絶対。ゆきたんは3月だ絶対。そうでしょ、ゆきたん3月でしょ。あとは誰だろう、じゃあ最後ココちゃんね。ココちゃんは多分、ほらゆきたん3月だった。ココちゃんはね多分ね、あれはね、わあ1月かな、1月っぽそう。なんか私結構人の誕生日覚えるの苦手で、すぐ忘れちゃうんですよ。アマケンさん、虹色の星ありがとうございます。もう誕生日本当に覚えられないだけど、誕生日だけなぜか覚えられないんですよね。なんか日付が覚えられなくて、だからあのその例えば AKB クイズとかした時に、あのなんかこの AKB のこれがあったのは何年何月でしょう、何年は覚えれるんですけど、何月何日まで覚えられないんですよ。文系っぽい？何も覚えられない。東京ドームコンサートの日付？覚えられないな。でも多分8月かな。8月26、27とかじゃないですか。8月だった気がする。そうなんです、覚えられないんです。あ、じゃあ8月15とかかな。そう、三つ編みもピンクの服も似合う。お、嬉しい。これはレッスン着ですね。24日か。三つ編み。1年前の9月17日はアンのイベントをしてたでしょう。ファンミかな、ファンミでしょ。 M ハルさん、かわいい、ありがとうございます。これはメイクさんにしていただきました。トシちゃん、虹色の星ありがとうございます。おお、ほらファンミだった、当たった。 AKB で同級生は誰？小浜ここねちゃんですね、研究生だと。それで正規メンバーさんだと
徳永さんと佐賀川さんです。トシちゃん似合う、ありがとうございます。そう、最近ね、最近というか昨日かな、昨日か一昨日、一昨日かな、本をね買いました。じゃーん、たゆたう、サラダちゃん、サラダちゃん、そうです、4人しかいないんですよ、高校2年生は。これでもね、まだあの ここまであって、ここまでしか読んでないです。まだ全然読めてない。まあこの前買ったから、多分2日前か1日前に買ったから。映ってない？本当？あとは今日はこの前なんかフラッシュスペシャルいただきました。今このページをめくる音はフラッシュスペシャルをめくってる音です。皆さん見ましたか？もうこれはね、一人一人14ページあって、しかも一人ずつめっちゃ大きく飾られてるし、みんなの集合写真とかもあって、あとは私と愛ちゃんとソララの3人のショットもありますね。インタビューとか、あとはあのなんか同期の絆 Q&A あのと自画像イラストとかあって、なんか結構相関図みたいなのできそう。そう、一人一人載ってるのすごいですよね。すごいかわいい。ちょっとね、内容は、まあ、ネタバレになっちゃうので、皆さんぜひチェックしてみてください。ヤマトさん、いいね、ありがとうございます。そう、チェキもぜひ応募してください。チェキ撮影の時はアオキーさんにお会いできました。星空橋、そう、アオキーさんいらっしゃいました。私に前田敦子さんの写真集をくださった青木さん、初じゃなかったです。もう何回かありますね、 3、4回くらいある。17期の本、確かに17期の本いいですね。うん、さっきソララちゃんが X にポストしてた赤の赤えりちゃん美人すぎたね。まだ見てない。片言、あ、間違えた。
家の研究所で今までの17期をまとめた本を出そう。昔高橋みなみさんプロデュース公演で青木さんおさげの柱、カエル？おさげのカツラかぶってセーラー服着てました。スタッフ公演ですね。見ました。私もえりちゃんのエッセイ本の出版はまだですか？じゃあ20年後に出します。20年後は37歳。37歳、生きてるかな。生きてますよ皆さん。きっと皆さん私のことを応援してくださったら、不死身です。皆さん20年だったら何歳ですか？あ、スタッフ公演、公演現場で見ました。倍率2倍だったらしい。そうなんですか？劇場で見たんだね。2倍だったのは知ってます。あの前田敦子さんの卒業公演とあの比べられてた。研究生公演行ってみたい。エリちゃん出るとき応募するね。おお、嬉しい。ぜひ来てください。40代やぞ。私はもういません。44歳。あれ？ということは今24歳。若い。えいちゃんの生誕祭に10回出るのが目標。お、どうぞどうぞ。でもえりちゃんいない世界に生きてたくないよ。大丈夫、えりちゃんは不死身なんです。不老長寿ことのすこと足元へ行こう。多分お墓の中にいます。皆さんそんな覚悟で生きてたらダメですよ。もっと人生は100年時代ですからね。不死身。さんの卒業公演当たってみた。現場、あの公演でってこと？20年後は考えたくない。橋本恵理子と握手と寿命が伸びるんですね。そうなんですよ。橋本恵理子さんと握手すると寿命が1年伸びるらしいです。1回につき1年だから、もう5回握手したら5年も寿命が伸びる。今絶賛握手会販売しておりますので皆さんチェックしてください。あのここから飛べます。
毎日納豆食べて寿命を伸ばしますわ。おお、納豆だけに。えいちゃん健康です、すごい。えいちゃんのために200歳まで行きます。ダメです、1000歳まで生きる覚悟でいないと200歳まで生きれるわけがないだろう。今ちょっと荒ぶりました。じゃあ元気に生きる目標、家の家計は短命なのよ。じゃあそれをちょっと破りましょう。そう、大大吉。そうですね、だから私に皆さん握手してくださると1回で1年寿命が延びるから、あのすごい、みんな日本のみんな来てくれるとみんなの平均寿命が上がるんですよ。お、6枚買ったよ。あ、嬉しい。じゃあ6年寿命が延びる。自分も前田敦子さんの卒業公演当たったよ。すごい。現地でじゃあ見に行ったんですか。あ、のんのん。今回エリちゃんのオンライン話し会初参戦なのですが、何を話したいですか。まずお名前を教えてくださってくれると嬉しいです。何でもいいですよ。そう、皆さんちゃんと野菜を食べて長生きしてください。え、すごい。あ、やばい、間違えちゃった。エリコは娘やで。ちょっと今必死にコメント読んでます。今ちょっと無言になってたんですけど、ちょっと今めっちゃ必死にコメント読んでて今半分くらい読みました。ちょっとだいぶ時差があるんですけど。あ、エリちゃんってライブ中じゃんけんしてくれるの？このショールーム中？エイちゃんもう長生きしてるの？長生き意識してるの？私はね、生まれた時から生まれた瞬間に長生きを意識して生きてますね。
返るにはどうしたらいいですか？若返るにはどうされたらいいですか？それは、多分ですけど、私のことを応援してもっともっと応援してくださると、いっぱい劇場公演に通ったりしているうちにすごい楽しんで、楽しい人生になっていって、多分70歳80歳90歳とかになっても、普通の80歳90歳より元気だと思います。元気になると思います。ちょっともう自分でも何言ってるかあんまり分からないです。A ちゃんと握手したら仕事の疲れ取れますか？取れますよ。31歳はおじさんですか？少年です。そう、簡単に言うと、エリちゃんを応援していると楽しい気持ちになれるっていうこと。まだ劇場でエリコと3回しかやってないを、ね、私でも確かにそう、いっぱい研究生公演あるので、今は9月ですけど、9月もいっぱいあるので、ぜひいっぱい来てください。生まれ変わったらエリちゃんになるにはどうしたらいいですか？これ難しいものなんですけど、120歳まで生きたらなれると思います。好きなお弁当は塩にぎりです。そう、9月もいっぱいあるので、カンタムさん、虹色の星ありがとうございます。オノピーさん、虹色の星ありがとうございます。ユタカさん、虹色の星ありがとうございます。コメントがやっと追いつきました。嬉しい。追いついて偉い。やったね。味の濃いおにぎりも美味しいけど、塩むすびは健康的な感じがする。確かに。20時30分までっていうのは日本時間でですか？そうですね、基本的には。でも私どこに住んでるか明かしてないので内緒です。赤飯おにぎり、赤飯食べれますよ。すごい好きです。赤飯、小豆すごい好きです。あっちゃんさん、虹色の星ありがとうございます。もかちゃんのメールでエリコがおにぎり持ってきてて偉いって褒めてた。そう、なんかね、ホテちゃんがエリコおにぎり作ってきたの、ご飯炊いたってことって言って、そしたらうんって言ったら、あ、隣にアイちゃんとホテちゃんがいたんですけど、二人とも偉い偉いって、ご飯炊いただけでいっぱい褒められた。優しい。
いつも配信見てたら幸せな気持ちになってきました。いいですね。確かに日本にいると思ってたね。そうとは限らないですよ。えちゃんご飯そう2合炊きました。2合えりこ星から配信してます。お漬物もすごい好きです。たくあんとか好きです。えりこ共和国。ビビベベさん、きのこありがとうございます。16日のカウントダウン TV ライブフェス見に行くね。ありがとうございます。そう、無洗米です。こんばんは。すごいいっぱいこんばんはが来てる。こんばんは。え、なんか急にこんばんはがいっぱい来た。わんこそば。えちゃんはお顔も可愛いけど声がめっちゃ癒しボイスで幸せ指数上がる。でもなんかすごい一緒に喋ってたら眠くなるってよく言われます。お母さんとかにも言われます。ゆたかさん、きのこありがとうございます。こんばんは。なんでだろう。ゆったりペースだよね。早口でも喋れますよ。俺も眠くなるって言われる。じゃあ一緒に対決しますか。聞きやすい。お、やった、嬉しい。エリちゃん、慌てることなさそう？慌てること？慌てることはあんまりないかな。お帰りなさい。そうですね、ずっと冷静かもしれないです。もしかすると お化け屋敷でも、冷静さ。冷静かもしれないですね。すごい。もう焦ったりなんか、あ、どうしようとかはならないです。すごい。私駅まで走ることないの？道で走ることそんなにないですね。高
所恐怖症だと思ってたんですけど、昔は。今はそんなにですね。うん、走り出すバス追いかけることないの？ないんですよ、実は。そう、えいこちゃんは落ち着いてイメージで。そうですか。そうかもしれないです。そう、というか遅刻しそうになったことがないんですよね。早起きするから。うん、お札バターは2回飲みました。遅刻しかしないのに助けてほしい。ダメですよ、遅刻しちゃダメですよ。遅刻5分前行動、いやもう20分前くらいの行動をしてます。いつもなんかほんと早すぎるっていうのを分かってるんですけど、でもなんかやっぱり集合場所とかにもう一番最初に来てないとなんか落ち着かないんですよね。落ち着いてるんですけど、落ち着いちゃうんですけど落ち着かないんです。わかります。アマケンさんいいねありがとうございます。ヨシアキさんタコありがとうございます。タコを茹でる。早く着いて何してんの？本当にここの集合場所で合ってるかとか。でも早く行っても大体マネージャーさんがいるので大丈夫です。私の次に誰が来る？私の次は愛ちゃんですかね。ミンミンさん、虹色の星ありがとうございます。ん？ A ちゃんは B 型っていうのは本当？いや、私 T 型です。 T 型です。みーちゃん慌ててるとこ見てみたい。ゆうすけさんかわいい、ありがとうございます。えもはるさん虹色の星ありがとうございます。山さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。大阪から見てます。大阪、大阪いいですね。大阪、大阪で何食べてるんですか？
健吾さん、虹色の星ありがとうございます。夏と冬ならどっちが好き？冬です。蚊がいないし、あとは寒いし、なんかお正月とかおせち食べれるから。お母さんと喋るときは関西弁？そうですね。全蚊が泣いた。皆さんは冬派ですか、夏派ですか？おせち好きです。だってかまぼこ入ってるし、あとは黒豆も入ってるし、あとはあのなんか明太子みたいなやつ、明太子みたいな黄色のやつ、なんだったっけ、数の子だ、数の子も入ってるし、バリバリの冬派です。最近は、最近の夏は暑すぎて絶対冬、断然冬。かまぼこ好きですね。あとは栗きんとんも美味しい。全部美味しい。おせち美味しい。しかもおばあちゃんが作った数の子がすっごい美味しいんですよ。つるさん、虹色の星ありがとうございます。M原さん、虹色の星ありがとうございます。もうね、本当におせちが美味しすぎて、もうすごい春派です。お、春は私誕生日があります。生誕祭、結構みんなの生誕祭の T シャツ着てるんですよ。一番着てるのはソララの T シャツかな。夏派だけど、夏派だけど今年の夏は結構しんどかったです。だってもうあのあれですもんね、なんかもう地球温暖化がすごすぎて、なんて言うんだろう、なんか家を出たらもうムシムシした暑さですよね。いつまでこの暑さが続くんだろう。冬はさすがにカラッとした寒い感じだったらいいな。え、ね、日中でもまだ35度あるし、もう9月なのに。いつもハロウィンとかの10月31日くらいは結構寒いイメージだけど、今年はどうなるんですかね。もしかしたらめっちゃ寒いかも。でも暑いかもしれない。まあ、寒さと暑さが混じるくらいがちょうどいいですね。あ、飲む日焼け止め使い切った？全然全然使い切ってなくて、いつも飲むの忘れちゃって、来年の夏まで使えそうです、飲む日焼け止め。でもあれは高級らしいから嬉しいかもしれないね。暑い冬は冬じゃないですね。ユニバの年パスは持ってないです。あ、12時25分ということで、ライブランキングを読んでいきたいと思います。それでは13位から。13位、カンタムさん、ありがとうございます。13位。そして12位、伊達メガネさん、あとマーク B 型。おー、 B 型嬉しい、ありがとうございます。私も B 型。そして第11位、ゆたかさん、ありがとうございます。そして第10位、よしあきさん、ありがとうございます。そして第9位、おのぴーさん、ありがとうございます。そして第8位、
ミンミンさん、ありがとうございます。そして第7位、つるさん、アットマーク、ジェスチャー、ありがとうございます。そして第6位、アマケンさん、ありがとうございます。そして第5位、ヤマトさん、 LA、 ありがとうございます。そして第4位、ビビビビさん、ありがとうございます。そして第3位はケンゴさん、ありがとうございます。そして第2位はトシちゃん、ありがとうございます。そして流行る第1位はじゃん、M ハルさんです。ありがとうございます。嬉しいだけ、ありがとうございます。皆さん、あと4分ありますが、私は今日で一体何回配信したんでしょうか。よいしょ。お、本当だ、約6000人くらい来てる。嬉しい。なんでですか。今日はこの時間帯だったらいっぱい人が来るのかな。そういうことか。いつも21時から22時が多かったけど、それはちょっと遅いんですかね。やっぱ19時半くらいとかが一番みんな見てるのか。としちゃん、お疲れ、ありがとうございます。嬉しい。やった。ということで、よいしょ。あとはあと3分です。最近はショールーム9月になって結構してるんですけど、まだいっぱいしたいと思うので、皆さんぜひ見てください。あ、エリちゃんメールももちろん送ります。皆さん見てね。うん、ここで急になんですけど、最高の教師、本田仁美さんが出てらっしゃるドラマあるじゃないですか。あれの私の犯人予想をしたいと思います。私、あの教頭先生が犯人だと思ってたんですけど、あの私が犯人だと思うのは、あの男の先生、あの松岡さんと、あのなんか同い年くらいの先生いるじゃないですか。あの人が犯人だと思います。ということで、あの人が犯人だと思うので、そう、男の先生が犯人だと思う。ちょっと誰かは、誰先生かはちょっと分かんないです。そう思って見てください。そう、あえてその方だと思います。ということで、あと1分になったので、皆さん今日もありがとうございました。今日は前回と同様、くるくるの髪の毛でした。じゃあ皆さん、お休みはちょっとまだ早いけど、エリちゃんメール後々送信します。まあ、お休みの方はおやすみなさい。じゃあショールーム、皆さんありがとうございました。また9月また配信すると思うので、ぜひ見てください。バイバーイ。3、2、1